はい、どうもいらっしゃいませ、ポンちゃんです。本日はこちらの白味噌の方と、あとこちらのクリームチーズを使って、まあ、常備菜としてでよく出しているものなんですけれど、チーズの味噌漬けの方を作っていきたいと思います。それでは早速調理開始、まあ、調理開始といってもね、これそんなに調理らしい調理ではないような気もしています。タッパーに合わせた感じでね、あのお味噌の量とか漬けるものとか、そんなの分に合わせた形でタッパーお味噌の量とか、その辺を選んでください。今回ちょうどこのちっちゃいタッパー空いてたので、僕はタッパーに合わせた形で味噌床作ろうかなっていう感じでございます。で、お味噌って置いておくとね、常温とかでしたらやっぱり発酵どうしてもしていってしまいますので、ちょっとでもね保存さしておきたいな、長いこと置いときたいなという方は冷凍保存することをお勧めします。この味噌単体の状態の時でしたらね、今冷凍庫から出したてでもね、そのこうガチガチになってるって感じではないので、割と冷凍してても使いやすいです。でこちらの方にお酒、みりん、こちらを溶き伸ばしていきます。入れた酒とみりんの量はだいたい1対1ぐらいでございます。で使うのはね、できればこちら白味噌の方が甘みが強いので、僕は味噌漬けとかそんな作るときにはまあまあ使いやすいかなというふうには思います。ただサバとかの場合、どうしてもちょっと臭みが強い魚とかの場合でしたら、もし味噌煮とかする場合でしたら赤味噌の方が合ってるものとかもありますので、まあ、その素材に合わせた形でお味噌も選んでいただければと思います。それではね、ちょっと練りとこう伸ばすのにちょっと時間かかるので、そちら終わるまで時を飛ばしたいと思います。これに関してはね、僕いつもどっちかというと硬さの加減だけで見て作ってるもんでございますので、まあ、これぐらいの硬さであればいいのかなみたいな形の一つ目安で見てもらえれば、もたんもたんみたいな感じのこんな形の状態にしていただければと思います。でクリームチーズ別にまあメーカーどこのじゃないとダメっていうことはないんですけれど、できれば四角い形のものの方がまあ使いやすいかなという気はします。でね、結構ねこれすぐ、ね、包丁にひっついたりとかね、チーズ同士ひっついたりとかするとめんどくさいね。こうまず半割りにしたら、こう一回チーズ同士を外しておいてあげた方がいいかと思います。あとはまあお好みのサイズぐらいの適当な幅に、僕的にはねこれぐらいのサイズがちょうどいいのかなという気はしますけれど、こんな感じでカットしていってください。あとはねこれをこの床にどんどこどんどこつけていくだけといった感じでございます。まあなんでそんなにこう何か特別なことをしている料理とかではありません。ちなみにこのつけ加減というのか、この字の加減を覚えておくと、普通のお魚とかつけるときもね、大体これぐらいの硬さにしておいたら個人的にはまあまあ失敗ないかなという気はするので、よかったらそういう風にも使ってみてくださいと。で入れる時なんですけどね、必ずちょっと隙間を開けるような形でチーズは入れていってあげてください。じゃないとね、ひっついた状態で入れてしまいますと、どうしてもそこのところが味噌つかりにくい状態になっちゃいますからね。溜まってるお味噌とかを上からまたちょっとこうかけて、全体にちゃんと味噌に浸かっているんやでみたいな状態を作ってあげてください。でチーズ自体がねもう発酵食品になっておりますので、結構味がしっかりしてますんで、そんなに長期間ねこちら味噌につけてなくても味はしっかりしてますんで大丈夫です。大体まあ一晩ぐらいつけておいたら、今回ね1回目の一番味噌っていうこともありますので大丈夫かなっていう感じでございます。ちなみに2回目つける時のやつのことは2番味噌みたいな形で、その時はねちょっと味噌自体の味が抜けてたりしてきてるんで、こうつけ加減を気持ちに長くしてあげるとか、ちょっとお味噌足してあげるとかね、その時その時の状況に応じた形で味噌の状態も調節していくといった感じでございます。ではこちらの方を冷蔵庫で一晩寝かしていきます。はい、というわけでこちらが一晩経ったものでございます。まあ一晩経ったからといって見た目的にそこまで極端に変わってるみたいな感じのものではありません。こういう感じでしっかり味噌が全体的についていればしっかり使ってるといったところでございます。で、まあ、お箸とかでね簡単にある程度
味噌は拭ってあげてください。またね、つけてあげたら同じようにまた味噌漬けにすることはできますので。かといってちょっと拭いすぎてもちょっとね風味とかが物足りない気もするので、僕はちょっとつけ気味、全体を落としきらない程度にちょっとつけた状態でこういう形で取り出していきます。こちらの方をバーナーで軽く炙っていきます。こんがり焼いた状態のものを提供させていただいております。こちらね、めちゃめちゃ日本酒との相性抜群でございますので、よかったら皆さん簡単なんでぜひチャレンジしてみてください。以上、チーズの味噌漬けでございました。簡単常備菜、お酒のおつまみの紹介です。じゃあ今後また美味しい料理ですね、いろいろ紹介していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、皆さんよろしくお願いいたします。それではまたの動画で、バイバイ。